だかです。今日の動画はこちら。はい、今日もまた新作コスメたちレビューしていきたいと思います。これはもう秋コレクションになるのかな。はい、待望の大人気 YSL のクチュールミニクラッチから新色が発売されました。それからバズってるやつ、これ気になっていたので実際にね、あの全色スウォッチしてみております。すごいね、あっという間にこのリップが作れるのすごいと思います。それからちょっとね、大好きなハイライターの新色などなどを使いましてこのルック仕上げてみておりますので、気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。私あんまりねキラキラのアクセサリーとかつけないんですけれども、目の上、チークの上に宝石のせるの大好きなんだなっていう風に思いました。はい、どうぞはい、それでは始めていこうと思います。まずはリップセラムからいこうかな。リップセラム、ね、これオーバーナイトリップセラム、夜寝る前につけて、朝ふっくらってやつなんだけれども、これ使ってて良かったですね。はい、こちら、RMS ビューティーさんからいただきました。ありがとうございます。リップナイツオーバーナイトリップマスクスリープオーバーっていうあのリップマスクなんだけど、これをさっき言ったみたいに寝る前につけてあげると、今これ翌朝の状態なんだけど、もうめちゃくちゃねプルンとしてる方と比較するとそうでもないのかもしれないんだけども、私の唇そこまでなんだろうボリューミーではなくて、まあ年々ね縦じわも増えてきていて若干乾燥気味、そんなにねリップに物をのせるのが得意じゃなかったりとかするので、リップのケアって特にねおろそかになりがちだったりするんだけど、これをちょっと寝る前につけてあげるだけでなんとなくね調子がいい感じがします。あまりこうガサガサ感がなくない。うん、で出してみるとこんな感じのねチューブになっていて、かなりねこっくりしたテクスチャーになっててね、これをつけてあげるともう本当にねまとわりつく感じかな。で若干ねスースー感があってすごくつけやすいリップマスクだと思います。なので乾燥の季節特に気になってつける方多いんじゃないかなと思うんだけど、今エアコンつけて寝てる方もいらっしゃると思うんだよね。そうすると乾燥気になるっていう方もいるんじゃないかなと思うので、このリップマスクすごい良かった。そしたら続きまして日焼け止めなんだけど、こちらもね RMS ビューティーさんからいただきました。こちらはナチュラルラディアンスティントセラム SPF30 の PA3+ っていう日焼け止め兼ちょっとね肌補正ができるようなティントセラムをいただきました。ちょっと使ってってみようと思います。素肌感を残しながら肌悩みをカバーして肌色を補正、肌に潤いを与えるミネラルベースの日焼け止め出してみます。はい、こんな感じです。おー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 、私がいただいたのはライトオーラって一番明るいカラーかな。結構ねピンクベージュっぽいカラーがついております。おお、これカバー力あるのかな。半眼つけてってみます。あ、香りがいい。なんかオイルセラムっていう感じの香りがする。つけてってみます。おお、あ、これ結構補正力あるかも。はい、半眼つけてみるとこんな感じです。つけてない方、つけた方わかるかな。ちょっとピンクっぽい感じになったの。それとともにあとツヤ感だよね。ツヤ感がすごい綺麗な日焼け止め、ティンテッドモイスチャライザーというか何でしょう、新しい感じがする。テクスチャーは美容液みたいな、そんな感覚かな。ちょっとオイルを感じるような滑らかさと保湿感って言ったらいいかな、そんな守ってくれそうな感覚を感じます。夏めちゃくちゃ皮脂崩れするっていう方はちょっと不安なテクスチャーかもしれないんだけど、そもそも発売されたのがこれが3月の27日春先だったので、もしかしたらそういう季節にすごく向いてる日焼け止め下地なのかもね。
はい、全顔つけてみるとこんな感じです。まあツヤ感がすごい綺麗。でもね、こうテカテカの感じでもないし、シマー感があって毛穴が浮き立っている感じとかもなくて綺麗です。あとこのほんのりピンクの補正感が、あ、すごく良いかもしれない。はい、ファンデーションとアイブロウを仕上げて戻ってきました。そしたらアイメイクいきたいと思います。待望ですね、待望の新色が3色発売されたんですけれども、そのうちの2色を私は購入してみました。はい、こちらは YSL のクチュールミニクラッチから710番、それから810番、こちら購入してみました。もう一つ、なんて言ったらいいかな、ちょっと寒色っぽいゴールドが発売されていたんだけれども、まあ、使うとしたらこの2色かなっていうふうに思ったので、この2色購入しております。ではでは早速こちら710番をまずは右目に塗布していってみたいと思います。もうさ、なんとも使いやすそうなブラウンだよね。じゃあまずはこのマットなカラーを、まずはアイホールの外側、あ、結構濃いめのカラー外側に置いてあげて、そこから左右にブレンド、そして眉に向かってさらにブレンドしていきます。わ、でもすごい綺麗、ブレンドの仕方がすごい綺麗じゃない。やっぱこのシリーズいいですね。あ、このブラウンすごい使いやすい。若干さ、濃いめの仕上がりに見えるかもしれないんだけど、まあ濃さの調節は可能かなと思います。じゃあこのカラーをちょっとアイホールの内側に今度はのせていきます。綺麗よ、すごい、すごく2色だけでめちゃくちゃ綺麗なグラデーションと、一気にこう色気が宿るような、そんな仕上がり。わあ、ちょっとじゃあ同じように下まぶたにも一番最初に入れたカラーと下まぶたにものせやすい、次にのせたサテンカラーを目の下から目頭あたりに入れてってあげます。うーん、そしたらこのね、キラキラ、このシリーズに入っているキラキラがもうね、宝石なの。キャ、これを眼球のね、このモリッと高い位置につけてってあげます。綺麗、すごい綺麗だし、輝きはね、もう文句なしの輝きで、この塗布する時のすごくね、簡単さグリッターによっては輝きが綺麗だし、スウォッチ、フィンガースウォッチ、この指についてくる感じもめちゃくちゃ綺麗なんだけど、実際まぶたにのせるとなるとちょっとね、コツがいるっていうようなグリッターもあるんですよね、この指から離れないとか。でもこれはね、さらっと、もう何の努力もテクニックもなしに綺麗に仕上がる。わあ、すごい綺麗だよこれは。そしたらもうこれだけでもいいんだけど、ちょっとこのなんとも濃いめで綺麗な締め色で、四方八方をねちょっと締めていきます。わあ、なんかこれは最近のアイシャドウもう全然締まらなくてどうしたらいいですかっていう方にはめちゃくちゃ刺さるんじゃないでしょうか。これ綺麗、やっぱりこういうブラウンメイクの時ってこのブラックに近いような、なんだろう、ブラックが一番私はすごく、なんだろうな、センシュアルな感じに見えるんじゃないかなと思うんだけど、こういうね、焦げ茶ビターなカラーもすごい綺麗。そしてね、完全マットではなくてちょっとサテン感
島感があるので、先に置いたカラーとすごくね綺麗にブレンドしてくれて、アラもね目立たない感じですごい綺麗です。はい、まずは半眼710番で仕上げてみるとこんな感じです。綺麗だね。想像の100倍可愛い。これは買ってよかった。はい、そしたら比較のために反対側に810番をつけていこうと思います。でちょっとね比較するとテクスチャーが違うんだよね。わかるかな。810番の方がマットが多い感じだよね。このカラーはベースカラーかなと思うので、まずこのカラーを同じようにまぶたの外側から内側、そして上にぼかしていってベースを作ります。おお、さっきのカラーよりもほんのりね、あの暖色系でオレンジ味がすでにある気がします。ここで見るとそんな感じ全然しないんだけどね。これからのせる色が映えそう。じゃあもうこのカラーいっちゃいましょうか。オレンジを今入れたカラーのちょっと下らへんかなに重ねていきます。あ、かわいい。これはほんのり広範囲につけてあげた方が良いかもしれないですね。そうするとなんだろう、お祭り感みたいなのが出にくいというか、全然お祭り感も可愛いんだけど、なんかそんな感じに寄せたくないよっていう方はちょっと広範囲にしてあげると可愛い。これ夏絶対可愛くない？じゃあ同じように下まぶたにさっきのベースのカラーを加えて、下まぶたはオレンジを加えないようにします。そしたらこのグリッターオーバー、なんかこのグリッターめちゃくちゃもっと進化してる気がする。をこの境目あたりに入れてあげます。いやー綺麗。ちょっともう目頭までいこうかな。もう顔中に塗りたくりたいぐらい綺麗です。そしたら最後このねブリックカラーですね、締め色をどうしようかな。この目尻の下まぶたの目尻、そして上まぶたの目頭に入れてってあげます。あ、かわいいねこれも。はい、全然さっきと雰囲気が違います。はい、810番で仕上げてみるとこんな感じです。710番、810番、皆さんはどっちのルックが好きですか？両方とも全然性格が違うようなルックができて、これは両方とも買ってよかった。このシリーズ本当にね外れがない感じなんだけど、唯一一個前かな、新色、ちょっと全部終えてるわけじゃないんだけれども、カッターカラーが、まあ、イエベハルさんとかがすごい可愛いんじゃないかなっていうようなカラーで、私にはちょっと浮いちゃうな、またはテクニックがいるなっていうようなカラーストーリーだったんだけど、今回のこれはもう毎日使いたいっていうようなそんな色味。特に、まあ、これからの季節はこのオレンジが可愛いんじゃないかなと思うんだけれども、個人的にはこの710番1個持ってるとデイリーから結構ねグラムメイクまでいけるようなそんな感じのパレットになってるので、テクスチャーも発色もパフォーマンスももう文句ないです。どうしようかな、今日私この後ね出なきゃいけないんですよね。なのでバランスを取りましょう。どうでしょうか、ちょっとバランス取れたんじゃないでしょうか。あ、本当にあの2つ使っても可愛い、結局可愛い。はい、マスカラをして戻ってきました。そしたらチーク&リップ使いたいものがあるんですけれども、これね気になってたんですよね。皆さんも使って
見ました？はい、こちら購入していました。 T のリップ&チークブラーリンブリンポットっていう、こういうジャータイプのリップ&チークでございます。で、私もね、今日初めて触るんだけれども、カラバリがかなりたくさんあって、これ以外にも本当にたくさんあります。で、系統がこんな感じで4種類5種類だったかな、分かれていて、そのうちちょっと気になるなっていう風に思ったカラーをそれぞれの分野から1色ずつ試しに購入してみました。それではまずはこれからいってみようかな。 ND の04番、開けてみるとこんな感じ。おお、リップ&チークによくあるような雲みたいな、スフレみたいな感覚です。これはどうなんでしょう、ちょっと手の甲で調節しながら、あ、でも全然なんていうの、テクニックいらずで綺麗にいきそう。ちょっと何も考えず行ってみます。おー、ほい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 、あ、指でもね綺麗に乗りますね。で、最近よく見ていたツヤ感、バーム感が出るようなチークとはまた違って、ちょっと曇ったフィルター感が出るような、毛穴を埋める系って言ったらいいかな、そんな感じの仕上がり。これはもしかしたらスポンジでつけてあげた方が綺麗かもしれない。あ、綺麗ですね。おー、マットでフォギーな仕上がりって言ったらいいかな。お、綺麗です。そしたらこのままリップ。うわー、最近よく SNS とかで出てくる海外の、特にアジア系のめちゃくちゃ可愛い子たちがしているふわっていうような雲みたいな、マシュマロみたいなテクスチャーのマットなんだけど、ちょっとね軽さがあるような、そんな感じのリップがすぐ作れる。あ、すごい。これはなんだろうね、シリコンとかでこれが完成するのかな。すごい、こういうリップってどうやって作るんだろうっていう風に思っていた方っていう、私を含めすぐできると思います。はい、まずは ND の04番使って仕上げてみるとこんな感じです。あ、すごい仕上がり、ピュアな感じで可愛いですね。おー、で、チークも意外と、リキッドタイプとかバームタイプよりも、なんだろう、ファンデーション、リキッドタイプとかバームタイプも、そんなにファンデーション動かしている感じではないんだけれども、若干やっぱり、なんていうのかな、薄まったりとかはすると思うんだよね。でも、これに関しては、それが、ほぼほぼない気がします。でもだからといってゾンビシミが浮き出てないかというとそれはないので、うん、どっちを取るかだよね。ちょっとフィルター感がかかったような仕上がりがいいか、それともツヤ感で、ちょっとファンデーションは若干薄くなるけど、でもツヤ感でシミが見えにくい、そんな感じ。まああれですね、ここにいいとこがありますね。じゃあちょっとじゃんじゃん、次は CR の01番。はい、続いては CR の01番つけてみるとこんな感じです。これも可愛いね。可愛いです。チーク見えるかな。あの、思ったよりも薄付きに仕上げることができて、すごいね、かわいいこれ。あ、で、2色使ってみて思ったのが、あの、なんだろう、サンプルの画像、この色はこんな感じです、あのカラーチャートを画面上で見ていた時よりも、今のところ2色ともちょっとパステル感があるような仕上がりだなぁと思っております。じゃあじゃんじゃんいきます。続いては RS の01番。はい、続いては RS の01番つけてみるとこんな感じです。これもあの、ここで見る発色よりもすごくふわっと仕上がって、
可愛いです。チークの色見えてるかな。あの結構ね、目視ではそれぞれ色味が違って、でもふんわり雲みたいな仕上がりになっているのが、あのやりすぎた感が出なくて可愛いなっていう風に思っております。もちろんもっとねガーってつけることはできるんじゃないかなとは思うんだけど、でもね発色がここまでにはならない。リップを見てもらうと分かると思うんだけど、結構がっつりつけてわーっとしてもわかるかな、すごくスムーズにちょっとぼかし感が一瞬で発動するので、すごく全然テクニックいらないこれ。あ、このリップに使うならこのカラーが今のところ一番可愛いかも。 RS の01番。うん、そしたら最後は MV の02番。あ、これが一番濃いめの発色かもしれない。MV の02番で仕上げてみるとこんな感じです。リップの色でわかるんじゃないかな。これが結構4色の中では一番濃いめに発色してくれるタイプですね。で、MV でこのジャーの蓋のカラーを見るとちょっとね、青みがあるようなモーブカラーを想像していたんだけど、実際に青みがあってモーブカラーだなとは思いつつ、でも私みたいなイエベにも全然あの合いやすいような色設計になっていて、すごく使いやすい。おお、ちょっとこのシリーズ良いかもしれないですね。じゃあちょっと今日はどうだろうな。チークは ND の04番、リップは RS の01番で戻ってきます。はい、チークに ND の04番、そしてリップに RS の01番をつけて戻ってきました。すごくナチュラルで、目元がね結構濃いめなのでバランスが取れたルックになったかなと思います。うん、あ、いいですね。そしたらちょっとねパウダーでセットしていきたいと思います。こちらレブロンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、大人気、私もこのシリーズ大好きですけれども、レブロンカラーステイプレストパウダー N から新色が発売されます。こちらは880番のトランスルーセント、だから結構ねいろんな方が使いやすいタイプかなと思います。私はこのシリーズだとちょっとねディープなカラーを使ってあのブロンジングとかコントワリングするのが好きなんだけれども、すごく滑らかで使いやすい、そしてね毛穴をぼかしてくれるようなパウダーでございます。じゃあちょっと顔の中心あたりをぼかしていこうかな。あ、いいですね。あ、良いです、良いです。なんかちょっと眉毛の印象が薄い気がする。目元が濃いからかな。ちょっとさっきのアイシャドウたちに戻ってバランスを取りましょう。若干この辺のオレンジ感を入れてあげると取れる気がしてます。そうですね、ちょっとこうしてあげると物足りなさとちぐはぐ感が改善されるかな。あ、いいですね。個人的にはやっぱり目元が結構グラマラスな時ってツヤツヤ肌も素敵なんだけど、こういうセミマット結構マットにしてあげてポイント的に光らせてあげた方が私にはね似合うかなっていう風に思ってるので、あ、このレブロンのパウダーいいですね。しかも崩れにくい、16時間だったかな、そう、崩れにくいテカリ防止パウダーということなので、このシリーズは本当に良いので、880番のトランスルーセントオフホワイトだからこうナチュラルで白浮きしない感じいいですね。そしたら最後にもう一つだけ使いたいものがあるんです。これね、やっぱり色違いで購入してしまいましたね。はい。パーフェクトダイアリーのスターダストダイヤモンドハイライターの N の08番。この間紹介したのはちょっとね、ブルーっぽいものだったんだけれども、こちらのパープルが
発売されていたので購入してみました。絶対綺麗じゃん。ちなみに N の07番がこちら、そしてこちらが今回購入した N の08番です。比べてみるとこんな感じ。今回購入したパープルの方がよりね、肌なじみがいいのがわかると思います。このハイライターはいい意味でも悪い意味でも、まあギラギラするタイプ、ちょっとグリッターを感じるような仕上がりなので好き嫌いあると思うんですよね。ただ私は結構好きなんです。どうしようかな、手でいこうかな、それともちょっとやっぱブラシでいきましょう。はい、こちらつけていこうと思います。うわ綺麗。ではあ、やっぱパープルの方がなんか肌に馴染む感じがあるね。で両方ともやっぱり青み感があるから透明感は出るんだけど、あこれは両方とも可愛いな。ただこちらはパープルプラスピンクも結構ね発色するので、うん、馴染みやすいのはこっちかもしれない。かわいい。じゃあちょっと宝石もすでに目元に乗ってるんですけど、宝石オン宝石みたいな感じで。可愛いです。素晴らしいです。はい、仕上がりはこんな感じですと言いたいところなんですが、ちょっとなんかリップが物足りない感じがするので、中心に RMK のリクイドリップカラーからシアーセピア、このカラー私大好きなんですが、このカラーをちょっと中央に乗せてあげて、あ、いいかな。はい、仕上がりはこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。宝石オン宝石みたいな感じで、もうね、今日のルックも最高です。はぁ、テンション上がるわ。もういろんなねことが巻き起こっていて、気分もね下がるような時代なんですけれども、もう自分のテンションは自分で上げていかねば。可愛いんじゃないでしょうか。はい、今日のイチオシですね。今日のイチオシ迷うね。あのこのフィーのリップ&チーク、思ったよりもすごく使いやすくて良かったし、この最新の感じのこの雲みたいなブラー感のあるリップがめちゃくちゃ簡単に作れるっていう意味ではすごいいいと思うんですよね。ただやっぱり一番テンション上がったのは YSL のアイシャドウかな。しかもこちら710番、これはめちゃくちゃ綺麗です。あの海外コスメ好きな方はもうぶっ刺さるような発色とパフォーマンスだと思うし、この YSL のシリーズすごく気になっていたけど、すごくね人気カラーがちょっとピンクっぽい、メディナグローだったかな、ピンクっぽい感じのものがすごく人気なんだけれども、あれだとちょっと甘すぎるなとかっていう方、これすごく良いと思います。めちゃくちゃ綺麗です。今日の私のね乗せ方だとちょっとね濃いめに仕上がってるなとは思うんですけれども、全然薄くも仕上げられるような粉質なので、ぜひぜひこれはね店頭でスウォッチしてみてほしいです。素晴らしいと思います。はい、今日のイチオシは YSL のクチュールミニクラッチから新色の710番、綺麗、もう大宝石です。こちらを選びました。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。